はい、皆さんこんにちは。宇佐地区の山内孝夫です。よろしくお願いします。はい、会長、宇佐地区でいろいろと取り組みが行われていると思うんですが、これを以前からしているっていう、そういった何か事業とかそういったものがあったら教えてもらってもいいですか？はい、ですね、宇佐防犯パトロール隊というのがありましてですね、地域安心安全のためにですね、今防犯パトロールを第1水曜日と第3水曜日ですね、桃の会の会員と役員と、そして、UMR 共生事業のなんじゃの会の役員のメンバーで、宇佐のですね、地区を防犯パトロールしています。これは時間帯でいうと何時ぐらいから？時間はですね、午後4時から1時間程度でですね、部落内を回って、防犯のですね、啓発活動というふうに行っています。主にパトロールしながら何か気づかれることってありますか？ですね、今のところそんなないんですけど、地域支え合いみたいな感じでね、声かけ運動もしていますんで、独居老人とか、はい、そういう方々のですね、家を覗きながらかなそういうふうにやってますね。本当に、こういった取り組みはいつぐらいから実際行われてるんですか？平成18年18年だったかな18年だったかな、はいはい、平成18年からですね、始めています。もう12年に、そうですね、12年になりますね。これを長く続けられている何か秘訣などがありましたら？秘訣はないんですが、やっぱり皆さん協力的で、やってもらってます。はい、それだけかな。学校帰りの、ね、子どもたちとかにもちょうど会う時間帯なんじゃないかと思うんですが、やっぱり地域の子どもたちにも声をかけ合える、逆にそういったものも。そうですね、はい、ちょうど小学校の帰る時間帯と大体勝ち合ってますんでね、呼びかけ、声かけ運動というふうにね、やりながらそういうふうに、巡回をしてますね。はい、